ガイアス率いるアジュール軍がラシュガルへの侵攻を開始。ラシュガル対アジュールの全面戦争が始まってしまう。運び出されたクルスニクの槍を追って戦場へ飛び込んだミラたちは、同じく槍を狙って派遣されたフォーブ、そしてガイアス本人と刃を交える。圧倒的なガイアスの力の前に苦戦を強いられる一行。さらに戦いの混乱の中で、柔道をライバル視するミラの巫女イバルが巧妙に流行り、クルスニクの槍を起動させてしまう。しかし、クルスニクの槍が切り裂いたのは、敵軍ではなく、空だった。割れた空の彼方から無数の空中戦艦が出現し、圧倒的戦力をもってラシュガル、アジュール両軍を叩きのめしていく。地上は瞬く間に未知の勢力の制圧下に置かれてしまう。ミラがひた隠しにしてきた世界の秘密。それはリーゼマクシアがシェルというマナの壁で囲まれた閉鎖世界であること。そしてシェルの外側にはエレンピオスという別世界が広がっているという事実だった。アルクノアとはエレンピオスからやってきた人間の集団であり、ジンはエレンピオスの文明の根幹をなす機械装置であった。エレンピオス軍とアルクノアに対抗するため、ガイアスと共同戦線を結ぶミラたち。時を同じくして現れたミラの姉を名乗る大精霊ミュゼの助力も得て、アルクノアの本拠地へと乗り込むことに成功する。影からナハティガルを操り、クルスニクの槍を作らせていたアルクノア首領ジランドを倒し、槍をめぐる戦いに、決着がついたかに見えた。だが、突如強力な精霊術が一同を襲う。絶体絶命の危機の中で、ミラは、自らの命を投げ打ち、仲間たち、柔道を救うのだった。